ユースフ R1 は、ヤマハ発動機が1998年に発売開始した4ストローク 998cc の大型自動二輪車である。2015年現在は、日本国外市場向けモデルとなっている。1998年に、ホンダ CBR900RR の対抗車種となる、スーパースポーツモデルとして発売された。エンジンとフレームは、 FZR1000 やユースフ1 0 0 0 r ダーエースとの差別化を図るため全くの新設計で開発され FZR1000 以来ヤマハのリッターモデルに久しぶりに倒立フロントフォークが採用された中型車並みの車重に当時最高クラスのエンジン出力鋭角的なデザインが話題となりスーパースポーツブームの火付け役となったなお本車両登場の影響で今まで スーパースポーツマシンとしての金字塔であった CBR900RR シリーズも大幅な改良が要求されることになり、川崎からは ZX-9R がスポーツツアラーから SS へと改良され、また初代 GSX-R で衝撃を与えた鈴木からは GSX-R750 のボアアップ版である GSX-R1000 が誕生することになり、各社が刺激し合い、 この後に続く SS 戦国時代へ突入していくこととなる。初代1997年のミラノショーで発表。開発コンセプトはツイスティロード最速。サーキットよりも峠道など行動でのコーナリングに主眼が置かれた設計となっている。乾燥重量 177kg。最高出力 150PS を発生するエンジンはヤマハ発のサイドカムチェーン方式。 カミソリステアと呼ばれるシャープなハンドリングを実現。外見こそ初代に似るが、ほぼフルモデルチェンジとも言うべき250箇所に及ぶ多数のパーツ変更、改良が施される。フレームも一見同じに見えるが、材質変更やスイングアームピボット部の肉厚アップなどが行われている。サーキットよりも行動に最適化するという思想は引き継がれるが、完成度は x ス p の特性も相まって非常に高いモデルと言える。燃料供給装置をキャブレーターからサクションバルブ付きフューエルインジェクションに変更。二軸式 x ス p の採用。フロントフォークは43ファイエ体系化。スイングアームの軽量化。それに伴うフレーム合成の見直しとポジションの最適化が図られている。それまでの行動重視から サーキットでの使用も考慮したものとなった。ポジションランプ一体の軽量コンビネーションヘッドライト、超薄型 LED、テールランプの採用。エッジの効いた斬新なフォルムとこだわり貫かれた、細部デザインは秀逸であり、国内外 SS デザインにセンセーションを巻き起こした。2001年に MDA 主催のザ・モーターサイクルデザインアワードクイーンを受賞している。2004年式。 スーパーバイク世界選手権のレギュレーション変更により、レースベース車へと大幅なモデルチェンジを行った。ヤマハ車としては、初採用のラムエアシステムを装備、最高出力を 172PS と大幅に向上させる。またセンターアップマフラーも採用。ブレーキには、ラジアルマウント式、ブレーキキャリパーと、ラジアルポンプ式ブレーキマスターシリンダーを採用している。 なお2005年モデルより、カナダ仕様にもイモビライザーを標準装備した。エンジン内部のポート形状、フューエルインジェクションに変更を加え、2004年式と比較して 3PS の出力向上、スイングアームを2004年モデルより 16mm 延長したことなどにより、 車体重量は2004年式と比較して 1kg 増加の 173kg となったが、先日の通り出力も向上したため、非下給時でもパワーウェイトレシオが1を切った。また、オーリンズ製の前後サスペンションや、マルケジーニ製アルミ単造ホイール、専用設計のスリッパークラッチなどを装備した、1330台限定生産モデルのユースフ R1SP を追加した。 2006年にドイツケルンで開催されたインターモトで発表。ユースフ R6 同様のユーク T と量産市販車では初となるユーク I を装備する新設計エンジンはラムエアシステムによる下級なしで2005年モデルの GSX-R1000、をもしのぐ 180PS を発生させる。なお、このエンジンはヤマハ電灯の5バルブを捨てユーザー M1 同様の4バルブを採用している。 また、外観は似ているもののフレームも新設計となっている。2009年式2008年9月発表。車体デザインとフレーム構造を全面的に変更し、エンジンはクライクシャフトを黒、フロントホークは左右別々の機能構造として、性能を向上させている。またユークティーを活用したモードマップ。このモデルは2009年6月15日より、 日本仕様も発売された。主な装備は日本国外仕様と同一となっており、駅と排気系の変更によりエンジン出力を日本の平成13年総音規制と排ガス規制に適合させながら 145PS の数値を確保した。2012年のモデルチェンジではエンジン制御にトラクションコントロールシステムを追加し、マフラー及びフロントカウルの形状を変更している。 ヘッドライトの特徴的な外見からファンの間ではデメキンなどと言われ親しまれているモデルである。2014年11月4日発表。レースでの使用を見据えてエンジン、フレームともにフルモデルチェンジとなった。ホイールとエンジンカバーにはマグネシウム合金、マフラーにはチタン合金を採用した。エンジンはクロスプレーン型クランクシャフトへエンジンで EU 仕様では前モデル費の 約 18PS アップとなる 200PS となっている。センターアップマフラーの廃止やモートジッピーマシンのユーザー M1 のデザインに似たラムエアダクトなどデザイン面でも変更点が多い。また前後オーリンズ社製の電子制御サスペンションやカーボン素材の軽量カウルなどを装備したユースフ R1M とステンレス製マフラーやアルミ合金ホイール。 鋼鉄製コンロットなどの採用で価格を抑えたユースフ R1S も併売されている。なお2016年現在、このモデルの日本仕様は発売されていない。日本向けの行動仕様とは別に、毎年台数限定で、レース向けに行動用部品を取り外したレースベース車が発売されており、行動での走行はできないが価格を若干抑えている。ありがとうございます。